皆さんこんにちは、ストーンちゃんです。今回は無料ギフトを開けていきたいと思います。それでは入っていきます。10個たまらなかったので8個に今回はしました。ごめんなさい。じゃあ今回はこの順で開けていきたいと思います。この順番でね。はい、ということで、じゃあ最初のこれは何が入ってるんでしょうか。開けます。でーてん、お、なんか冬服っぽいですね。冬も近づいてますからね。え、かわいいんだけど。これちょっと待って、これもう着よう今日から。よし、これは置いときましょうか、ここら辺に。はい、じゃあこれでいきますね。じゃあ2個目、でーてん、おっと、なんかめちゃくちゃ入ってる。家庭用かな。まず一番最初に見えるのはポットと2個のコップ。なんじゃこれ、お茶、コーヒー。めっちゃさ、今のところ冬っぽいけど、2つとも飲んでおきましょう。 OK。 それとそれと、これはなんだ、なんか人間の頭のマークにバツ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 ってなってるけど、持ったら電話マークと脳みそマークかな。なんだこれは、ちょっと意味があんまりわかんないけど、どうしてだろう、ちょっと意味わからない。な、悩み事とかかな。次これ、ああ挟める、お絵かき帳とかですね、メモとかね、のやつかもしれない。で次これなんだ、ん、何も出てこないけど、お花の絵が描いてるから、ひまわりの種とかかな、わかんない。こ、あ、コーヒーかもしれないね。これがコーヒーなのかもしれない。あれ、なんかこれをさ、こうやってやったらさ、ミルクかわかんないけど、なんか白いのでできたんだけど、これがあれ、入れ物なのかな。多分爆買うなんか変なことになってるんだと思うけど。で最後のこれは座布団、あ、座布団ですね、座布団です。はい、ってな感じのやつでした。結構いいね、普通に使えそうなアイテムがありましたね。では次、最後だね、普通の色のプレゼントは。でーてん、おっと、ナマケモノシリーズが来ましたよ。ナマケモノのこれちゃんとスケートボードの音するんだよね。後ろに流しておきましょうかじゃあ金色のプレゼントに入りますよ。これいくよ。ドゥーテン、ん、なんか変な形ではないかな。紫のなんか丸っこい PC が出てきましたよ。かわいい、かわいいですね。ホーム画面普通顔だので、かわいいですね。これも普通に使えそうですね。今回は使えるものが多いですね。これも使えるしね。トンちゃんが一番使うって言ったらこれだと思う。スケボーはね、なんか怠け者だからおもろいみたいな感じ。怠け者シリーズ好きです、トンちゃん。結構。次これね。開けます。ドゥルルルルルルルん？なんだこれは。衣装？すごいドレスだ、黒い。この帽子と全然合ってないけど。黒いドレスでした。いいですね。これはハロウィンの時にもしかしたら着るのかもしれないけど、ハロウィンのために入れたやつかもしれないけど、そのね、もう過ぎちゃいましたけど、ハロウィンのね、あのやつもあると思うんですけど、まあそこはね気にしないでいといてください。
じゃあここに来といてもらいますわ。じゃあこれなんかめっちゃ珍しいっぽいプレゼント、開けてみます。でーてん、おっと、中華料理っぽいものですね。これさ、過去にもさ、なんか同じようなものがさ出てきたような気がするんだけどさ、違う？ちょ、こっから探すのちょっとめんどくさいけどさ、多分赤いやつがね、3年前くらいかな、2年前くらいかな、わかんない。2年前じゃないよね、さすがに。2年前か1年前くらいに出たような気がするんだけど、これの色違い。一つ食べてみますか。美味しいですね。これもなんかハロウィンのために作られたのかな。紫っぽいし。もうハロウィンは過ぎてしまいましたけどね。ラスト2つになってしまいましたよ。早くないですか。ラスト2つはさて、なんなんでしょうか。では、まずね、1個開けてみたいと思いますね。1個だよ。いくよ。ドゥー、あ、ドゥー、てーん！おっと？なんか可愛いのが見えますけど、これは？お化けだね、多分。骸骨の仮装だ。可愛いんだけど、なんか。普通に可愛いんだけど。キッズが来てそう。キッズなんだけどね。キッズっていうか、子供がね。みんな仮装とかした？かな。こんな感じでしたけれども。これ帽子かぶったままでも変われる。これ外出るとき恥ずかしいから、こうやってね、行ったら。これ前髪みたいになってる。白に出てきてるやつ。こんなやつもあって。ちょ、これ誰かに着といてもらおうか。この人に着といてもらおう。あー違う、トンちゃんつけなくていいんだよ。これね。すごいけどね。あー違う違う。オッケー。やばい、ラストだよ。いくよ。ドゥーテン！え、かわいいけどなんかちょっと顎のとこが怖い。え、寝たんだけど。目つぶってる。あ、やばい、捨てちゃった、どうしよう。まあね、さっきの人形はちょっと呪われてたということで。で、今回のアイテムショップ、アイテムショップじゃない。アイテムはこんな感じでした。この、まず外国のやつでしょ？この黒いドレスでしょ？あとこの服装、この格好、コーデと、この中華料理、中華料理っていうか、中華の食べ物みたいなやつと、パソコンと紫のね、これ全部セットです。これと、怠け者のね、スケートボードですね。あと、さっきちょっと捨ててたけど、ハロウィンのプレゼントに入ってた、怖い、ちょっと呪われてそうな人形です。それが入ってました。で、トンちゃんがこの中で一番お気に入りだったのは、ナンバーワンはこれです。このコーデね。これ普通にこれからも使えるし、いいなーって思いました。で、今回結構使えそうなものが多かったね。でもこれとかはもうね、過ぎちゃったからね。使えないかもしれないけど。ってな感じでしたね。てかさ、ここのさ、アイテムショップっていつから、最初からあるよね。結構さ、最初から。てか、どっから始まると多分始まった頃からあるよね。ここさ、なんかね、前、ちょっとトラブルがあって、前、なんか、集める系で集めようとして、こう、田舎に入ってるやつを。で、それで、なんか、こう見えて見てたら、いつもより物が少ないことに気づいて、昔の物がなくなってたんですよ。やばくない？だから昔の物が多分もうないんだよね。ここのやつに。だから、もう消されてってるのかもしれない。見て、これかわいい。ちょっと、家に持っていこう。なあ、あいつ、ここのさ、ところって結構可愛いもんね、あるんだよ、こうやって見てってたら。ほら、これも可愛い。これもほら、工程で、これも持って帰ろう。
あれ？あ、もうこれ中もうすでに盗み済みだ。もう取ってってるね、家に。これも、ちょっと着てもらいたいな。こうやってさ、ここら辺でさ、ゲットしたものがさ、意外に着れるものなんだよね、全部。だからいいよね。着れるものっていうか、使えるものが多いんだよ。見て、チューリップ版だよ、これの。可愛いけど、こっちの方にします。見て、これなんか地球みたい。これもすごいね。どうしよう。まあいいや。あ、見て。これ、な、妖精ね。あ、これとか懐かしいんじゃない？みんな、ちょっと知ってる人が多分多いと思う。これ、トンちゃん開けたの覚えてる？これは多分開けてないよね。記憶力が正しければ合ってると思う。ね、こうやってさ、ツー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 ほら、全然出てこないんだよ。だから最近消されたんだよ。また。これ、え、これアイテムショップでも、あ、これもらったね。めっちゃ着てた気がする。よし。あ、スポンジボブと懐かしい。これコラボの時だよね。昔ね、めっちゃコラボしてた気がする。クロミちゃんとかサンリオもコラボしてた。あの時すごかったよ。このバッグかわいいね。これも開けたの覚えてる。てな感じですかね。今回はこんな感じでした。どうだったでしょうか。ということでまたの動画で会いましょう。バイバーイ。また見てね。バイバーイ。